大魔師がいる。まずいの、脱獄の噂はまだ届いとらんはずじゃが。俺たちの風邸では入れてくれそうにないな。さっきごめんなさい、これ盗むつもりじゃなかったけど。羅針盤。いいのか、あやつ大魔師の配下かもしれんぞ。後を追うわよ。食後のデザートか。必要なら。この道を進んでいったはずだ。倉庫。この匂いは塩石じゃな。塩石？別名メルキオナイトともいう、ノースガンド領だけで取れるレアな鉱物じゃ。硫黄と混ぜれば爆薬に、油と合わせれば燃料になる。物騒なものね。本当なら疑うのは自由じゃよ。あの少年には逃げられたか。とにかく町には入れた。船関係の組合に行ってみよう。これだけの倉庫があるなら、その手の組織が荷や船大工も仕切ってるはずだ。できれば航海士も欲しい。それは激しく進めるぞ。次も漂着で済むとは限らんからの。武器も探そう。そうすれば俺も助立ちできる。だから背中の。いや、それは断る。
僕は大きくなったらタイマシになるんだ。私もパパやママを守ってあげるの。違うぞ、タイマシはゴーマから世界を守る戦士なんだ。パパとかママとかじゃなくてみんなを守らなきゃいけないんだぞ。そんなの難しいよ。そう、そういう難しいことをしてるからタイマシ様は偉いんだ。うん、タイマシ様って偉いね。まるで正義の英雄ね。普通の人間にとっては実際そうなんだろうけど。
船員が集まってる。あそこが組合？お、良さそうな武具屋がある、船大工の話は任せた。男って生き物はおもちゃを見ると我慢できんのじゃな。ここ、船の組合？ダイルめ、悪あがきをしやがって。まったくだ。あいつが死んでいればこんな面倒なことには。ねえ、ちょっと船の修理を頼みたいんだけど。悪いが、今はできない。なんで？商船組合は業務を停止しているのです。清涼大魔師テレサの名において。テレサ様。二号、口を聞いていいと許可しましたか？テレサ様、我々へのパスはいつまで続くのでしょう。全部ダイルがやったことで。ダイルが遠赤の密輸を行っていたことは明らか。放置した組合にも連帯責任を負ってもらいます。それが秩序維持のために清涼が敷いた規則です。違いますか？いえ。ダイルは我らが捕らえ、聴取の上処罰します。事件が決着すれば営業再開の許可を出しましょう。そこな娘、そんな格好で寒くはないのですか？南方から着いたばかりで、ノースガンド領がこんなに寒いとは。女子が体を冷やしてはいけませんよ。お気遣い感謝します。これが清涼のやり方か。窮屈くつくつな世界じゃな。事情は分かった。ダイルってやつを捕まえれば修理を頼めるのね。そうだが、今のやつはゴーマだ。逮捕に向かった兵士を何人も殺して逃げた。大魔師でなきゃ捕まえるのは。ダイルは郊外の小さな村の出身だと聞いた。故郷に手がかりがあるかもしれない。トカゲの顔をした凶暴なゴーマだ。殺す気で行った方がいい。おい、万が一ってこともある。打てる手は打っておこう。航海士も欲しいの。用意しておいて。さーて、六郎の方はどうなったかな。
掘り出し物を見つけたぞ。ひどく錆びていたが、研ぎ直してみたらなかなかの技物だった。まさか投げ売りの品にそんな上物が混ざっていたとは。勉強させてもらった。それはあんたに送らせてもらうよ。ありがたい。で、手伝ってくれるの？もちろんだ。そっちの守備はどうだった？なるほど、ダイルというトカゲのゴーマを探すんだな。とりあえずダイルの故郷を当たってみるつもり。頑張ってな。一緒に行かないのか？わしもなかなか忙しい身でな、裏切り者を探さんといかんのじゃ。それに食べられたらかなわんしな。こう見えてもグルメなのよ。ではなおさら危ないな。お、ヤクがいる。知ってるか、ベルベット。ヤクの尻尾は最高級の兜の飾りになるんだぜ。へえ、興味ないけど。俺の実家にもヤクの尾を贅沢に使った見事な兜があってな、よく噂されたんだ。嵐月に過ぎたるものが二つあり、ヤクの兜に太刀強乱ってな。あんたの家って嫌われてるのね。お、そうなのか。心当たりはなきにしもあらずだが、まあゴーマが気にすることじゃないね。聞いたか、商船組合のダイルって航海士がゴーマになったそうだ。仲間の船員を食い殺して逃げたんだとか。ゴーマ病が町の中で、どうしましょう。心配はない、すでにテレサ様が対処されている。そのダイルとかいうやつもすぐに退治されるだろうさ。ゴーマになってしまったらもう人間には戻れない。殺すしかないのよね。むしろ殺してやるのが救いなんだ。ゴーマは人の心をなくしちまった化け物なんだからな。そうよね、そんなのもう人間じゃないものね。人間じゃないか。
一丁目の提案は分かった。我が三丁目と連携して二丁目を撃とうというのだな。いかにも遠行近行の刑だ。なんだか物騒な話をしてるな。敵の敵は味方か。確かに貴公ら一丁目と我ら三丁目が手を組めば二丁目の命運は極まる。面白い策だ。一丁目との同盟承諾しよう。おう、これで今年のヘラビーサ子供雪合戦の派遣は我らのものだ。いざ名役の杯を交わさん。ずいぶん本気の雪合戦だな。くくく、一丁目に遠行近行の刑を授けたのはこの私。これで二丁目なきやと一丁目と三丁目は総力を挙げて雌雄を決することになる。消耗して勝ち残った方を我ら四丁目が撃つ。これぞ漁夫の利、二子教職の刑なり。子供の世界も甘くはないな。まさに合戦ね。普通の寒さじゃないよこれは。そりゃあヘラビーサは北国だけどね、私が子供の頃はここまで寒くはなかったよ。寒さも雪も氷もこんなにひどくはなかった。ああそれは間違いないよ。こういうのなんて言うんだっけ、寒冷化。そうそれ、清涼も世界が寒冷化してるって言ってるよ。おかげで防寒着も余計にいるし、巻き台も雪かきも大変だよ。まったく、その寒冷化ってのは誰がやらかしてるんだい。少なくとも私のせいじゃないわね、それは。よし、今のはなかなかいい立ち筋だった。明日はもっと早くだな。いい加減なゴーマかと思ったけど案外そうでもないのね。
ヘラビーサにいる間はゴーマに襲われる心配はしなくていいぜ。ここは聖領の一等大魔師テレサ・リナレス様が守る町だからな。へえ、大した人なのね。そう、小説の大魔師と称えられるお方だよ。氷のように冷徹で雪のように可憐、まさにヘラビーサにふさわしい秩序の騎士。この町がかように白く美しいのはテレサ様がおられるからこそなのだ。正しき秩序を乱す者は人もゴーマもあの方の一別で魂までも凍りつくだろう。いかにも大魔師って感じね。はは、俺もあの冷たい瞳で汚れたものを見るように見つめられたい。テレサ、マイラブ。こんなのを放置してるってことはまるで隙がないわけでもなさそうね。立派な船ね。だろう。王都のあるミッドガンドリオまで遠石や硫黄を運ぶ船だ。知ってるか、遠石ってのは聖領が開発した新しい爆薬の原料だな。そのおかげで強力な大砲や爆弾が作れるようになったんだ。爆薬、物騒ね。物騒だが必要なものだ。ゴーマもだが人間の海賊や盗賊も増えてるからな。だがおかげで遠石の需要が増えてエラビーサは豊かになった。雪に閉ざされたこの町が栄えているのは遠石あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。この船オートに行くのよね。頼んだら乗せてくれる？そりゃ無理だ。商船組合が業務を止められていて船は動かせない。それに希少鉱物の輸出船には大魔師様が警備につく。部外者の乗船には聖領の許可がいる。ずいぶん厳しいのね。まあな。だがそれが聖領が決めた規則だ。人間が生きていられるのも聖領あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。